はい、めっちゃいいものをいただきました。シェフ桑原、鴨とフォアグラ専門店。鴨鍋のお召し上がり方。こんな感じです。全部読み上げるのはしんどいや。というわけで、行数でいろいろ買ってきました。整えます。ありがとう。比内地鶏スープ。1200cc を加えて7倍にする。これ、一気に全部使い切ってくださいって書いてあるんですよね。おお、なるほどな。なるほどなっていうのは、こう、液体と油があるんで、確かにこれは、半分だけ使うなんて無理だったよな。土鍋を持ってないんですよ。今日このためだけに買ってもいいんですけれども、買うのはいいけれども持て余すのが嫌なんだよな。はい、というわけで、ちゃんと測ります。今回はで、今朝から、鴨肉の方は冷蔵庫に入れて解凍してるんですけれども、まあ今晩だけではさすがに食べきれん。あの明日台風が来るかなと思ってたんですよね。じゃあ、職場は普通にやるってさ、まあ明日台風が来て家から出れなくてもう出勤できないですって言って、明日は朝から飲んだくれるみたいな、そんなことも夢見て、今日この貴重な鴨鍋を食べようと。何をするんだ。沸騰するまで待とう。お酒は、日本酒がいいかな、焼酎がいいかなって思っていたんですけれども、とっておきのワインを開けることにしました。メルベイユブラン。これ赤白いただいたんですよ。で、あ、冷蔵庫に入ってると思って飲んだら赤がめっちゃうまくて、で、その、こんな気軽に飲んじゃダメなワインだったわと。で、白の方はもう温存してたんですよ。もう、今日開けます。で、ググったら1500円だったんですよね。これは1500円のワインじゃねえぞと。でもまあ、どっかレストランでいただいたらこれが5000円で出されるんかな？知らんけど。はい、では。鴨鍋には何が合うんでしょうね、本当は。でもなんかパンフレット見ると鴨とフォアグラの専門店ってあったんで、まあワインはおかしな選択じゃねえだろう。栗焼酎。
ああ美味しい、涼しい、まあキンキンに冷えてるんですけど、こうすっと静かな マスカット、メロンじゃないな、最近お気に入りのこのバカラのグラスでちょっといただいてみましょうか。これで味変わるかな。あんま変わんない。うん、まあ構造がワイングラスに近い構造のあのロックグラスなんで、ワイングラスと比べても違いがなくても、まあまあ実験として、はい、それでは、ちょっと時間を進めます。この比内地鶏のスープがめちゃくちゃうまい。あのどこそこラーメン監修のあのインスこう生麺タイプのこのラーメンとか、あとどこそこ回転寿司屋さんがどこそこラーメンとコラボして作りましたみたいな、あのラーメンってありますやん。でもあれってなんか違うよなと。あのこの比内地鶏のスープめちゃくちゃうめえわ、びっくり。あのまあこのお店に行ったことないですけども、あの店の味なんだなって思わせてくれる。どうでもいいんですけど、そのスーパーでいろんなものを買ってきてラーメン作っても店の味にならないじゃないですか。で、これ言うともう職場でめっちゃソース感なんですけど、うどんって結構スーパーで買ってきたもので自分で適当に何とかしても店の味になりません？はい。だからなんかこう今1000円あります、ラーメン屋さん行きますか、うどん屋さん行きますかって言われたらラーメン屋さんに行きたい。そのうどんは自分で作れるしみたいに思っちゃう。ねえ、そのくらいこう店で食べるラーメンの味ってものにを特別視しているんですけれども、このスープはそのくらいうまい。あの店のラーメンのうまさを感じた。どうする、もう水菜これ全部いっちゃうか。この説明書にわざわざあの水菜って書いてあって、水菜って年中買えるんかなと心配していったらあったんでよかったなと思ってます。と野菜、もうエリンギも全部いっちゃえ。あ、エリンギ半分に切ればよかった。まあいいや。エリンギじゃないこれ。しめじじゃない。えのきだ。えのきだ、えのきだ。やっぱ鍋にはえのきですよね。キノコとしてはあのあいつあのうんエリンギとかマイタケ好きなんですけど、鍋にはやっぱりえのきですよね。これで、まあ鍋の温度もかなり下がっている。
糸コンは後でいいかな。それではこっからアクを取ります。はい、水菜はもういけるけれども、ネギはもっとクタクタにしようかなと。それではこれを20回しゃぶしゃぶしろって書いてありました。今20時なんですけど、お昼ご飯も少ないめにして、もうこの日のために、この瞬間のために、めっちゃ腹減ってるんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、色が変わってるぐらい OK。 この生肉を触ったお箸っていうのはやっぱりやめた方がいいかな。つくねの方もそうなんですけど、火を通すこと結構しっかり書いてあったんでね。はい、ではいただきます。料亭のお雑煮の味、きっと水菜がそう、この水菜変えてよかった、あってよかった。あんまり火通しても固くなるって書いてました。あんでお醤油だしでなんだ。あの和食が文化遺産に選ばれたのは、そのお雑煮という名のもとに地域によってもう全然違うものが出されるからなんですってね。そこがその文化として認められて、日本の食文化が、無形文化遺産になったんだっけ。だからあのお雑煮っていう表現は良くないと思うんだ。でもなんとなくこうお雑煮を思い出しちゃったんだよ。火を通しすぎると硬くなるってありましたけど、あの豚バラの豚しゃぶよりも力強い、あの噛んで旨味が出てくる。あの豚しゃぶの方がもうちょっと柔らかくて、もうちょっと楽に食べれる味わいとかが濃厚。ちゃんと測ってあのお出汁割りましたからね。今回はいつもなら適当にするくせに今回はちゃんと測りましたからね。水菜だわ。
ミトコン入れよう。豆腐はもう今入れたらきっとぐちゃぐちゃにしてしまう。多分口の中がベタつくの一歩手前にいる。そのこれよりも濃かったら、あ、口の中ベタついてしんどいなとかって言いそう。でももしかしたら野菜こんなにたくさん入れること前提にしてるんかな。もう俺が若くないからか、おじさんだからか。あ、白ワインとして結構最初に抜栓してすぐいただいた時の爽やかさとは変わって、結構力強さもあるんですけど、この白ワインいいわ。これもう今日この日に開けるためにずっと温存していたって言って過言じゃない。よかった。今日開けてよかった。うん。こんなに満足してるくせに。違うことをしたくなるんすよね。これはドンキの黒ビールです。このドンキで売り出した4つのビールは楽しいですよ。他の動画で飲み比べやってますけど、もうちょっと泡落ち着くの待ちましょうか。えのきうまいわ。もうこのスープが美味しいんで、この毛細管現象でもないか、こうたっぷりこうぐっとこう掴んでる感じ、この美味しいスープを。えのきうまい。笑っちゃうぐらいうまい。このスープがうまい。ゴミ箱漁ってる音です。ああ、上のここはいるんだ。斉藤、秋田伝統の味、比内地鶏スープ。有限会社斉藤昭一商店。このスープがうまいわ。これでうどん作んのか。いや、うどんも美味しいだろうけど、中華麺うまいだろうなって。もうラーメンにしたいな、中華麺。買っときゃよかった。この鴨しゃぶ
だから、鶏肉に近いんかなーなんて思ってたら、合うお酒を間違えそう。その、どのビールの4本の中でも、どれがこの鍋に合うのっていう、そういう議論。スープ褒めないで肉褒めろよ。できっと送ってくれはった方は思ってるんですよ。そうね、鶏肉と豚肉があったら豚肉の方が硬いイメージでいいんかな。それよりも硬いんですよね。で、硬くて旨味の厚み、これはうめえわ。満腹じゃないや、何でしたっけ、チキンラーメン開発した人の、あの朝ドラ、あれで、ね、役者さんが、あの長谷川さんがラーメン食べてるシーンが綺麗だってその感想をよくもらったんですって。で、長谷川さんとしてはその食べた後にセリフを言わないとダメだから、その頬張れないんですって。それが結果的に綺麗に見えたんだろうなみたいな話をされてました。あれなんだっけタイトル。ズゾゾゾーン、ごめんなさい。予告せずに回しちゃった。ごめんね。離れよ。糸コンとえのきで、糸コン、えのきの方が今日は勝ち。おでんとか作ると、もう、糸コンって普段、追い糸コンをするんですよ。でも今日は、これは、追いえのきをしたかったな。ちょっと買い物失敗したな。まあ、明日行数に買いに行けそうですけどね。これこんな、もうちょっとほぐれるんかと思ってた。火の通ってそうな、こっちの方が通ってそうか。つくね。焼き鳥屋さんが、その、同業他社に、その、勉強しに食べに行くときって、何を食べるって、つくねを見るんですって、つくねを。つくねがそのお店の色が一番出るんですって。確かに、そうですよね。何を混ぜるのとか、どのくらいの粗さのミンチ肉使うのとか。だから、焼き鳥屋さんが、敵情視察
をするときはつくねがポイントだそうですよ。これなんかハンバーグみたい、むしろ。ブリンブリン。エビを食べて、わープリプリっていうのの8倍ブリンブリン。牛ミンチで作るあのやけくそ焼きってあるじゃないですか。一時なんかバズったんですよ。あれよりもしっかり。これシソとか練り込んであるんですけど、何この鴨の旨味の濃厚さ、ジビエだからもちろんある程度は思っていたけれども、ここまでか。あー黒ビールめ、もう一本行きたいけど、もう一本ないんだよ。もう終わんないよね。何がこの動画が。どっかでまとめて終わりたい。というわけで、概要欄にリンク貼ってます。このシェフ桑原鴨とフォアグラ専門店。なんならこれ QR コードいけます？めっちゃいいっすわ。びっくり。お取り寄せグルメ王子みたいな漫画があるんですよね。で、あんまりお取り寄せに興味なくて、読んでなかったんですけど、こういう世界が待ってるなら、あの漫画買おう。うん。うまいな。そう、優待でそのいろいろ優待とかふるさと納税で、カタログギフト系の美味しいもんはいろいろいただいてね。ああこのラインよねと思っているもんがあったんですけども、このセットはちょっとそういうものたちとは一線を画す。うん、しつこいようだけど、わざわざ水菜を変えって書いてやって、それに従うことができてよかったな。さだまさしさんに言わせると、すき焼きを食べるっていう行為はオフを育てる行為なんですって。で、私このトロットロのネギが大好物で、
今そのネギを育てている最中なんですけど、もうそろそろいけるかななんて。この前テレビで聞いたんですけど、なんかアク取りをする筆があるんですってね。こうサラサラーとなぜるとアクが取れるんですって。どこで売ってるんだろう。最後にじゃあおネギいただいて終わりましょうか。甘い。この出汁吸って、3本一束だったんで、もうそれ全部、まあ、行数で買っちゃう、行数で買うかはそういうことになるんですけどね。もう全部入れちゃえと思って、よかったな。はい、ではでは、明日の災害はい、命大事にで、どうぞお気をつけて。なんかもうこんなん言ったら最後の晩餐かよこの動画。キフズボシリーズ最終回って言っても、このうまさなら私的に OK。 はい、キフズボシリーズまだまだ続けていきます。鴨鍋ありがとうございます。ではでは。